だからこれ視点を1個持つね。ルールを設けるってことです。ある意味制限を加えるわけ。制限を加えないと体って自由に動かないからね。わかる？そうやねんで。それが武術の型って全部そうですよ。なんならわざわざ肩苦しいような肩やらしいの、あれ制限を加えることで、あの制限の中でどう体を動かせばいいかっていうことを学ぶために制限を加えるんですよ。どっちです？いいよ自由に動いてって言われて、いいですよこれから自由に動いてください、もう自由ですから自由に動いてくださいって言われて、どう動かない、いつも通りの自分の動きしか出てへんやんか、それで自由はだからですよ、体は自由にならない、体を自由に動くにしなさい。ってことはその自由に動くための制限を、こっち動いて当たったら手出たらないとか言って、手動かさないと制限があるからいい動きができるわけですよ。でもそうやって制限を加えるからこそ体を自由に動かしてください。これは非常に重要な理論になりますんで、1日昨日なんか3講座やったからね、10時間ですよ俺昨日自分で LINE やと今日もみんなに出そうと思って、何時間やってんねやろな、10時間もやってるやんって思ってね、これ超人やなってちょっと気づいたわけ。そこでなんでできるんやろと思ったら、この辺やらなかったらね、さっきもさすがに脳が疲れるわけよ、10時間もやったら10時間喋りっぱなしやからずっと10時間こうやってほしいですからね体使いまくりの喋りまくりの10時間続けてるから帰りはさすがに脳がもうパンク状態やねんけど、ああちょっとさすがに寝ようかなと思う時あんねんけど、やっぱりこうやりたいなってやってたらスカーンと脳疲れになれますね。脳に酸素をグッといく、うん、だからタフになりたいじゃないですかみんなね。タフになりたかったらこういうところの手つけていかないといけない。こんなとこ手つけずにやってた人生もったいなすぎる。僕からしたら僕のことをあんな白い目で見たあの連中はね人生損してるわけ。今でやったらどっちが元気だったらめっちゃ元気ですからね。同年代おっさんやん、もう考えられんぐらいおっさんやね、同年代、うん、もう体もこんなんやもん。僕だけですよこの子供みたいな体してる子供みたいな体だよヒーって自由に動けるしね。だから俺のこと白い目で言うから、手を引いたら助けてあげる最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アットメルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。